ママストールはマレーシアにおいて日本でいう屋台に相当しママフードを提供している。マレーシアでは大抵ママはタミルムスリム人が個人経営をしている。元は道路脇で運営されていたが近頃のママストールはレストランやカフェタイプのママストールに事業を拡大している。ママストールはマレーシアの若い世代からよく行く場所として人気があり、 24時間365日、安い食べ物と飲み物を提供している。人種、宗教、年齢を問わず、様々な人がいっぱいの熱いテータリクを楽しみながら、噂話をしたり、サッカーを見るために、ママストールへやってくる。他にはまったくない、マレーシアの文化的に重要な食堂である。コピティアムも、マレーシアで重要な食堂である。最近のママストールは、 カフェの一面も持っている。店の中は明るく、ステンレス製の鉄のテーブルが備えられている。いくつかの店では大きな薄型テレビやプロジェクターが用意されていて、客はサッカーの試合などを見ながら食事を取ることができる。サッカーの試合がない時、テレビ番組や映画を放映している。また、無料で Wi-Fi のサービスを提供している店もある。 現代の多くのママスストールでも、店の外や歩道、道路にテーブルを置いて、昔からのママスストールのように外の空気の中で、食事をとれる形を残そうとしている。それだけでなく、すべてのママスストールは打ち解けやすい雰囲気で、社交的な場でもあり、地元で慣れ親しんでいる料理を提供している。ママスストールのスタッフは、非常に長い労働時間を課され、 劣悪な労働条件で働いている。多くのママ屋台が金曜日正午の祈りのためと、毎年の二つの井戸の休暇中の閉店以外は、ほとんど1日24時間、週7日営業して、営業時間が長く、客の出入りが多いことで対応に追われ、掃除に時間をかけることができず、店の衛生管理に問題が生じることがある。人材は、一般的に、 インドからの移民で法的に違法。多くのインド国民は今、地元、または海外で働くという選択肢があるため、インドのますます強固な経済は2010年にママスストールの人材の問題を引き起こしている。ママスストールの食べ物は甘くて油脂が多いので、体には良くないという傾向がある。テータリックは強い茶とかトークリーマーとエバミルクから作られている。 ロティジャナイを作るため、多くのマーガリンを使用する必要がある。マーマスストールでは、様々なロキジャナイがあり、テータリック、またはミロのいろいろな飲み方もある。ほとんどのママスストールでは、多種のご飯が用意している。例えば、ナシレマ、と、ナシゴレンである。麺類もあり、例えばミリゴレンやキソバ。さてと、西洋料理を売っているママスストールもある。他には、 ムルタバもある。ありがとうございます。